じゃあ、はい、私の方からは前回の続きで、メタルスタックチャーを作ってみたというところを話していきます。はい、自己紹介ですが、ツイッターでタカオという名前で活動しています。職業はスタックチャー職人と、MO スタックのドキュメント要員です。ブースでスタックチャーの派生である M55 ボトム版の組み立てキットを販売しています。で、MO スタックのマンチュの日記というブログで、いろんな 3D プリンティングサービス、別の素材も書いてあるので、もし気になったら見てください。今回使用したモデルは、スタックチャー M55 ボトム版、M5 スタックの基板に合わせたシェルを用いたタイプに、金属用に修正を加えました。ベースモデルは、スタックチャーのリポジトリで公開しています。金属板の方なんですけども、まだ開発中なので、自分のリポジトリの、メタルフォーボトムブランチっていうところに上げてあります。で、スタックチャー M55 ボトム版シェル金属用変更点ですけども、まず、第1弾として、ボルトやネジの穴を、0.3ミリから、0.2ミリから0.3ミリほど広げました。ブラケットの変更点も同じですね。あと、1ミリの、ブラケットの底面が1ミリだったので、そこを1.5ミリに広げています。足の変更点は、サーボホーン固定用のボルト穴 M2 なんですけども、こちらを2.0から2.2ミリに広げてあります。レビューで指摘された点は、壁が薄いので変形、割れ、折れのリスクがありますとの指摘がありました。そのまま、私の場合はリスクを許容するので印刷してくださいと返事しました。この場合、リスク許容してしまうと壊れていても保証されないので、その点は自己責任でお願いいたします。出来上がりの写真なんですけども、第1弾はこんな感じです。パーツが2つ、第1弾ですね。第2弾はちょっと値段が高いので臨機が長くなってしまったので、第2弾となっているんですけども、パーツが6個。こちらはシェルとブラケットと足、あと頭につけるパーツですね、の方を出しています。で、出来上がりの寸法なんですけれども、シェルだけですね、大幅に歪んでまして、第1弾の方が、この字の下側のところが赤字なんですけども、下の部分が1ミリほど内側に歪んでいました。で、2回目の出したところ、カブが今度は外側に歪んでいたということがありまして、外側に下の方の部分が、1ミリ以上歪んでいました。ブラケットの方はほぼ問題なくて、おおむねプラス方向に0.2から0.3ミリぐらい、膨れる感じですね。で、足も、1回目、2回目あまり変わりなくて、だいたい0.2から0.3ミリほど太くなるということになっています。で、第1弾のメタルスタックチャーの組み立てなんですけども、こちらの方はブラケットがプラになっています。内側に1ミリ程度歪んでいたので、M55 ボトム板の基板を無理やり挟んで、寸法を修正しました。で、ネジは基板を固定する小さいボルトは、バリで通らなかったので、M5 スタックを固定する M3 の3本のみ、4本目はどうしても入らなかったので諦めました。ブラケットは、
プラで 3D プリンターをプリントしたものを使ったため、組み立ては問題ありませんでした。第2弾のフルメタルスタックちゃん。こちらはブラケットも金属なんですけれども、こちらの方は、外側に1から 1.5 ミリ程度歪んでいたので、M3 のネジ止めは2箇所しかできませんでした。はい。で、あと、ゴーボトム板を基板につけてしまうと、ちょっと縮んでしまって、サーブの動きが悪くなったので、分解なし板という組み立ての方法にしました。で、シェルとブラケットの間に隙間がなく、30分格闘してやっとはまるという状態でした。で、サーボの軸が折れそうなぐらい力を入れて組み立てました。はい。後加工した場所なんですけども、M1.6、M2、M3 の穴が、数箇所にバリがあったので、鉄鋼ドリル刃で加工しました。こちらは100均のものを使いました。で、小さい穴だとバリはあり得るので、加工の準備はしておいた方がいいと思います。かなり硬いので、十分注意しながらドリル刃を使いましょう。秋田先生の話でも、ドリル折れたっていう話がありますので、十分注意してください。で、頭につけるハットがはまらなかったので、ヤスリで削った。こちらは、あらかじめ寸法調整で少し小さくしておいて、スペーサーを挟んで調整すれば対処できると思います。で、メタルスタックチャーの体重なんですけども、ブラケットがプラの方は 336g。フルメタルの方は 456g とずっしり、手に乗せてずっしりくるような重さです。はい。で、第3弾。これが、この間の続きなんですけども、改良版の V2 シェルを出しました。シェルが2回とも歪んでしまったので、改良点を洗い出して変更を加えました。はい。で、シェルの改良点なんですけども、歪み防止に下の開放部分に針を渡しました。3ミリですね。で、あとブラケットと合わせやすいようにサーボホーンを後ろからスルッとはまるように、サーボホーンの溝をですね、サーボホーンを固定する溝を削りました。半分。で、あと、M バスタック固定すると幅が変わって、サーボの動きに影響を与えるので、四隅のガイドを削りました。はい。出来上がりの写真はこんな感じです。はい、で、第3弾の改良版シェルの金属板、出来上がり寸法ですけども、こちらはほぼ問題なく、やっぱり 0.2 から 0.3 ミリほど大きくなる方法で落ち着いていました。歪みは一切ありませんでした。で、改良版のシェルの組み立てなんですけども、M3 のネジが四隅問題なく固定できました。これ寸法的に、まあ、合ってるってことですね。で、あと、ブラケットの組み立て楽になるかなと思ったんですけども、針を追加した分剛性が増してしまったので、ブラケットがはまらなくなってしまいました。で、苦肉の策で、サーボホーンの肉厚を薄くして隙間を作る形で、やりました。で、今回のシェルの部品で後加工はありませんでした。加工したのはサーボホーンの厚みのみです。で、こちらが改良版シェルで動いている様子です。先生、こんな感じで動いてます。はい。すいません。まとめなんですけども、メタルスタックちゃんを JLCPCB に出してみた感想です。ネジやボルトを通す穴は直径を
0.3 から5ミリぐらいに、ぐらい広げた方が安全です。緩い場合は調整できますが、狭いと後加工できないので、できません。薄い、今回のスタクチャのシェルなんですけども、薄い壁のコの字型のケースは変形する可能性大です。スタクチャのシェルは壁厚 1.8 ミリなんですけども、2回発注しましたが、両方とも歪みました。で、改良版で針を追加したところ、問題なかったので、おそらく針の追加やサポート材の設計で対処できる可能性があります。シェル以外の部品に歪みはありませんでした。で、寸法や厚みは歪んだ部分を除くと、だいたい元の寸法より大きくなって、マイナス 0.06 ミリから 0.67 ミリ程度の誤差があります。金属プリントを出す際の注意事項なんですけども、プラスチックの柔らかさを利用して組み立てる部品の場合、ギリギリの寸法で出してしまうと遊びがないので組み立てが大変です。金属同士を組み合わせる際は、接続部分に隙間を作成して、後からスペーサーを挟んで使うようにした方がいいかもしれません。で、金属パーツとプラスチックパーツを組み合わせれば、ある程度そのままの設計で組み上げは可能です。シェルと足を金属、ブラケットをプラスチックなどという形ですね。で、木ネジでタッピングはできないので、底の部分はボルトとナットの組み合わせで固定できるように設計変更が必要です。で、壁厚は 1.5 ミリ以上。で、3ミリあれば変形リスクは減りそうです。ネジやボルトで使用する穴は2ミリ以下のものは厳しいと思います。後加工でヤスリも入りづらく、ドリルも折れる可能性が大事です。で、値段なんですけれども、第1弾が、送料込みで102ドルです。で、第2弾が、パーツが多いので208ドル。で、シェルの改良版は、43.56 ドルです。はい、で、スタクちゃん、パーツ入れないで、基本のものだけ作ると、だいたい150ドルぐらいになる計算です。はい、で、最後に、スタクちゃんはオープンソースのコミュニケーションロボットで、気になった方は、先ほどシューメさんからの紹介もありましたが、こちらのページを見てください。以上です。ありがとうございました。パチ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 、ありがとうございました。ありがとうございました。そう。やってる間、チャットの質問も出て、今だと音声質問とかもバンバン出してもらっていいかなというふうに思ってるんですが、質問の前にあれですよね。僕は全然加工ガキではないぜなので、メタルスタックちゃんと金属、3D プリンティングの一番の衝撃は、出たものが硬いっていうことです。硬いです。本当に硬い。家にあるドリル。そう。家にあるバッテリーとか、充電とかで動くドリルだと、はい、文字通り歯が立たなくて何もできないんだみたいな。絶対無理。そう。いや、なんだろう。普通のものだと、10秒で開くものが、これだと、1分ぐらいなのかなぐらいの想像でやったら、はい、そうじゃなくて、全く歯が立たなくて、はい、このままだと一生開かないんだ。本当に2ミリの100均のドリルが折れましたからね。危ないです。残念ながら、いや、多分なんていうの、つまり、電動というのはコンセントに挿すものですみたいな概念ですけど、はい、はい、そうですね。そう。本格的な。しかもコンセントに挿すような電動機材は、素人が使うと本当に危ないので。危ないので。確かに別の柔らかい材料にも対応してもらうと加工しやすい。それはその通り、ちょっと一回フィードバックをしてみようと思うものの、でも柔らかくなるとそもそも金属でやんなくてよくないかみたいな疑惑もありつつ、そう、難しいところですよね。ただ、うん、硬いの魅力ですよね。硬いの魅力ですよね。硬い。すごい。で、出来上がりも本当に重いんで、あ、これ超合金好きだった世代は、
いけます。お、クロノスさんから。しかも、ぶっちゃけ生のステンレスより硬くないですかというコメントも。硬いと思いますね。確かに、さっきのビデオで見ていただいた通り、普通に、いわゆる、鋳物とほとんど変わんないですよね。その、レーザーで完全に溶かして、はい、溶かしたもの同士がくっつける、はい、いわゆるアモレフォスな、つなぎ方をしてるので、はい、そう、3D プリンティングって何種類かやり方があって、一番なんか、手軽な 3D プリンティングって、あれなんですよね。金属の粉 と、接着剤の粉を一緒になってるフィラメントがあって、でその金属の粉と接着剤のフィラメントの粉を一緒になって普通の 3D プリンターで出せるんですよ。でそうすると接着剤と金属が一緒になった 3D プリンティング結果が出てきて、でそれをオーブンに入れると接着剤だけ溶けて金属で固まるみたいなのがあって、でちょっと縮むんですけど、それが一番安い形の 3D プリンティングで、でそれはなんていうか、そんなに硬くないんですよね、言うても。接着してるだけなので。で、それと比べて、これでできてるやつは、本当に硬いし、本当に重い、リアル鉄の塊が出てくるので、はい。なかなかびっくりしますよね、これ。びっくりします。質問や要望では、一応、フィードバックにして、英語にして、僕の方で JLCPCB に、伝えるようにしていて、第1回やった時はあれなんですよね、とにかく日本の輸送業者に対応させてくれよっていう、OCS や佐賀を使わせてくれっていうアドバイスを、秋田先生がなんか20分ぐらいかけて、ずっとミーティングで強めに伝えたことによって、OCS 対応ができたみたいなのがあるので、アイデア出していただけるの大歓迎いたします。質問、他出てきますかね、コメントっぽいのが結構多くて、質問っていうと、あるかな。あれですかね、ロボ GP さんから、注文後とか物が来た後に結果フィードバックできるといいですねってあると思うんですけど、一応オーダー画面からはいはい、クオリティコンプライアントってボタンを押すとその、うん、ここがダメだったって入れるフォームが一応出るので、一応今でもできる体制にはなってるのかなと、はいはい、確かに特に一応使う方が強者が多いですもんね、まあ一回自分はプリント基盤で PCBA やった時にちょっと一個問題があってやったら、きちんとすぐ割とすぐフィードバックくれたんで、きちんと見てるんだなっていう感じがします。そうですね、結構問い合わせると親切に返してくれますね。クロノスさん、すいません、この後加工サービスってどういうイメージなんですか？今の話だとなんだ、穴だけなんですけど、それにネジを加工してくれたりとか、軸だと旋盤で決まった交差にまで削ってもらうとか、そういう加工のことですね。なるほど、確かに JLCPCB 確かに中国の中ではあるんですよ、アルミ加工サービス。そうおっしゃってて、日本向けのサービスではまだそれやってないんだっていうふうに回答もらってるんですよね。そう多分まだウェブサイトの英語版ができないだけだと思う。だからウェブサイトの英語版ができると、多分日本のメーカーにとって素晴らしいのでは。そういや、メルビーでいいんですけど、メルビーの方が多分絶対いいんですけど、あれはちょっと個人を相手にしてくれないので、ペイパルで払えるのすごくありがたい。もう一個質問来てたのが、ちなみにこういうふうなやつ、ブラックコーヒーさんからの質問で、基本は改良しながら作り込む感じか、一度ではなかなかうまくいかないでしょうか。これはですね、やっぱり金属プリントで私が、多分最初の方ですよね。高橋さんの企画が。そうです、そうです。だから、本当にとりあえず出してみようから出したので、結構練ってあれば、2回か3、2回ですね。きっと。2回ぐらいはかかると思います。まあでも大体何作るであっても最初の一発うまくいくことはなかったりとか、あと作ってみたらここが気に入らないとか、なんか耳つけたら可愛いとか出てくるから、その意味でもあれですよね、その意味でも段ボールは正義なんだけど、でもそれやってると一生段ボールなので、ある程度固まってここまで来たみたいな時に金属。そうですね、はい、このスタックちゃんは100個ぐらい作ってあるんで自信を持って出したんだけど結構ダメでしたね、金属。もう一個高尾さんに僕から質問なんですけど、
あのよく 3D プリンティング、はい、金属 3D プリンティング品ってキズムキズムって言うじゃないですか。はい。で僕多分そのキズムっていうのは接着剤使うやつは確かに最後焼くからキズムんだけど、はい、これは多分仕組み上キズムがないからキズムないんじゃないかと思うんだけど、うん、かなり正確だと思いますよこれ。ですよね。だから多分粉末なので、はい、ちょっと膨らむ方向に、あ、むしろ膨らむんだ。そうそうそう、膨らむっていうか周りにつくっていう感じですかね。あ、わかりますわかります、うん、わかります。だって表面が一応微妙にベコボコはしますもんね。はい、します、うん、だからその分だと思うんですよ。 0.2 から 0.3 ミリぐらい。わかります。だから、はい、もちろんいろんな 3D プリンティングの形があってフィラメント使うやつだと確かに縮むんだけど、はい、あれは接着剤でやるから、うん、これの場合はそのレーザーで溶かして固めてるから、あの、はい、サイズに関してはなんかズレが出なそうですね。はい、出なそうですね。はい、でも一個の部分から積層はしていくので、そのどの部分から出すかで出来はまあまあぶれますよね。そうです。で、今回の多分最初の方はこの方向だったと思うんですよ。うんうんうん、上が空いてる方。はい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 、わかります。あ、ちょっと一回画面共有落として、現物見た方がいいかも。画面共有か、はい、落として現物見た方がいいかもしれない。どの面から大丈夫です。見えます見えます今見えます。はい、はい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 。でこの方向ですね、その方向で下から出した目が、はいはい、多分1回目と2回目、はいはいはい、で3回目は、この四隅のやつがなくなったので、うんうん、多分この方向で出してると思うんですよ、逆さ。そっちの方が絶対ずれなそうですよね。で、うん、そう、これが安定してるみたい。うん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 。はい。うん、だから、金属もともと高い性もあるから、どこから出すぞみたいなのを、注文時にちょっと指定できるといいですよね。そうですね。うん、自分で設計した面で出して、向きで出したいっていう。そう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 。これ実際どうやってるかっていうと、JLCPCB 側もエンジニアすげえたくさんいて、各注文に対してそのエンジニアの人がどの面から出すかとか決めてるんですよね。うん、で、多分面付けみたいなこともやってて、機械の中だと他の人のやつと混ざったりしてるんですよね。多分。だからそのエンジニアに対して何かの指示が出せるとなんかより良くなりそうな気はしますよね。はい。まあ最初の設計だとこの四隅のちっちゃいガイドがあるので、はいはい、なかなか下向きには出しづらいっていう感じですね。君質問できてる。板金の併用がいいと思います。板金加工でくれますか。結構これ板金加工そのものを受けてくれるかもしれないけど、結構難しくて出るまでどこが歪ってるか分かんないんですよね。だから同時に注文できないんですよね。その出してみて出した後で板金やってくれみたいな。それがあるから多分その負荷が高い別のサービスのような気がする。 さっきのクロノスさんの最初から指定でこのネジ穴は切ってくれとかは同時に発注ができるんだけど、歪み対策の方だと多分1回出た後で写真撮ってこっちに送ってもらって、でその写真見てこういう指定出すみたいな話になると思うので、それはなんかそのうまく商売に乗るようにやるの大変度が高そうな気がしますね。なんか向こうから出来上がった時にビデオチャットでやり取りができたりすると、うんうん、まあそうすると時間かかりますけどね。でも金属だけとかだったらありえる気もしますよね、うん、聞くだけ聞いてみますか。なんなら金取ってもいいわけですね。なんかその要はエンジニア10分あたりおいくらみたいな、はい、なんか